キャスリーン・フェリアは、イギリスのランカシャー州プレストン生まれのコントラルト歌手。フェリアは、家庭が貧しかったため、14歳で学校を終えると、ブラックバーンで電話交換手の職に就いた。1935年に、銀行の管理者、バート・ウィルスンと結婚し、カーライルに転居した。フェリアは正式な音楽教育を受けてはいなかったものの、歌とピアノが得意で、地元のコンクールで、 受賞経験もあった。夫がカーライルの音楽祭ではフェリアが入賞できない方にかけると言ったため、彼女はコンクールに出て歌唱とピアノの両方で優勝した。フェリア自身はピアノの方で合格すると思っていた。この一件によってフェリアの歌の才能が講習の関心を呼び、彼女が音楽でキャリアを積むことを決意する重要な要因となったと言える。 しかし結婚は成功とは言えず、12年後離婚に至った。やがて当時有名な声楽教師であったバリトン歌手のロイ・ヘンダーソンについて学んだ。ブリテンはフェリアの才能を認め、ルクレティアの領辱のルクレティア、ピーター・ピアーズとフェリアのために書いたアブラハムとイサク、春の公共曲など、彼女のために多くのパートを作曲した。フェリアはワルターやバルビローリ、 マルコム・サージェント、クレメンス・クラウス、カラヤン、ベーヌームなど多くの著名な指揮者、そして特に、ブリテンの指揮のもとで歌った。また、フェイリアは、イソベル、ベイリーや、ピーター・ピアーズなどの著名な歌手と共演した。フェイリアの最後の出演は1953年に、コベントガーデンのロイヤル・オペラ・ハウスで行われた、クルックの、オルフェオとエウリディーチェでオルフェウスを歌ったものであった。 1947年にグラインドボーン音楽祭で、すでにこの役を演じていたが、ロイヤルオペラハウスでの上演は、英語で行われた。フェリアはこの時2回の公演に出演しただけであった。1953年10月8日、乳がんのため、ロンドン大学病院で41年の短い、生涯を閉じた。フェリアの演奏で、特に有名な作品は次のようなものがある。 フェリアはこれらの作品のいくつか、例えば、マタイ受難曲、バッハやヘンデルのアリア、グルックのオルフェオなどでは言語及び当時の英国の習慣に従って英語で歌っている。フェリアはその短い演奏家人生のうちで多くのレコードを残したが、いくつかの演奏は記録されなかった、あるいは記録が破壊されたものもある。例えば、エルガーのゲロンティアスの夢やヘンデルの メサイアなどはそうである。ありがとうございます。